雨季が終わって間もないケニアのマサイマラ。取材班は2頭のオスのチーターと出会いました。単独行動が基本のチーターですが、2頭は兄弟なのでしょうか。まだ若者のため協力し合って暮らしているようです。そこへ通りかかったのはトピ。すると2頭が未熟者であるということをトピは分かっているのでしょう。見下したような鼻音を何度も浴びせてきます。獲物のはずのトピからバカにされてはたまりませんね。チーターはそもそも木登りがあまり得意ではないと言われていますが、1頭が木によじ登りました。何としても獲物を見つけたいということでしょうか。見えたのはヌーの集団です。ここで目標を絞り、チーターならではのスピードと2頭の連携プレーで獲物を仕留めるわけではどうもなさそうです。どこに突き進むわけでもなく、ゆるゆると草原に打って出た2頭、行き当たりばったりで狩りに臨むようです。若く経験もないチーターの狩りがそんな方法でうまくいくわけがありません。逃げるヌーはパニックになることもなく、ジグザグに走るその動きに余裕すら感じられます。2頭の焦点の定まらない闇雲の狩りはことごとく失敗。得たのはさらなる空腹と疲労だけだったようです。ところが、なんということでしょう。諦めたチーターにヌーの方から迫ってきました。どうやらからかいにやってきたようです。下手くそとでも言っているのでしょうか。集団でギリギリまで近づいては引き返していきます。またしても獲物から小馬鹿にされたチーターたち。こうしてお互い慰め合っているのかもしれません。やがてこの2頭にも一人前の狩りができる日がやってくるでしょう。そしてその時が別れて生活を始める時なのかもしれません。